あのちゃん、カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。10万円で買った海鮮ボックスってことでね。それではこちらをとりあえず開けていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちら。10万円の海鮮ボックスっていうことでね、海鮮ボックスに激ハマりしてる金子でございます。3000円ぐらいから始まって1万円、2万円ときまして、10万円の海鮮ボックス、知り合いのお魚屋さんに作っていただきました。特注でございます、こちら。僕もね、中身は何が入ってるか全く知らされてません。ただめちゃめちゃスペシャルで作ってくれたと言っておりました。いつもありがとうございます。これ10万円やっちゃったら、もう次は50万円とか100万円やるしかねえじゃんって思うかもしれないですけど、僕はまた5000円とかに戻しますからね。インフレは許しませんよという感じで、まあ、今回はとりあえず10万円上げていきたいと思います。海の恵み、いただきまし、おー、じらしてくるパターンか。なるほどね。全部グリーンパーチに包まれてます。わかりません。じゃあまず一回これ全部出してみましょうか。全部でね、1,2,3,4,5,6尾入ってます。見ていきましょうか。まずこちら30センチぐらいの魚ですね。丸っこい感じの、あー、これちょっと分かったかもしんない。1匹目と同じぐらいの大きさですね。ちょっと大きいかな。で、この魚よりちょっと長細い系ですね。うわ、これ体高すごいな。これなんじゃろう、なんだろう、これラグビーボールみたいな形してますね。これは油やばそうですね、この魚。今からね、大きくなってきますよ。じゃん、こいつ、これもね、なんか2番目の魚とよく似てます、形はね。何が入ってるんでしょうか。じゃあ、あと2匹、すーげー大きいです。じゃん、何これ、重さ5、6キロありますね。大きさが70センチぐらい。全く見当がつけません。何でしょうか。で、ラスト、こいつが一番でかい。何でしょうか。ブリぐらいのでかさがありますね。さすが10万円福袋ですね。フォルムだけでとんでもなさそうな雰囲気出てます。ちっちゃいやつから上げていきましょう。多分ね、唯一僕これだけ分かったかもしんない。これはね、あ、絶対そうだ。これもすごいわ。だったら俺の大好きな魚ですね。多分僕の予想だと天然のシマアジが入ってると思います。多分ね、ピロ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 、しっかり処理してくれてありますね。おお、来た来た来た、ほら、うわー、うまそう。じゃあ、天然のシマアジちゃんが入ってましたね。天然物でこのサイズ、そしてこの体高、そしてこの腹の厚さ、絶対うまいでしょう。すごい助かりますね。内臓もエラも抜いてくれてあります。で、血抜きもしっかりされてますね。さすがでございます。次、2匹目、このちょっと長細い系のお魚、君はなんだ。うわー、そうきた。いいアマダイだな、こいつ。赤アマダイです。赤アマダイというか、普通のアマダイですね。きれい、脂ありそうだな。うん、匂わない、鮮度もいいですね。最高のアマダイですね。次、こちらラグビーボールみたいなこの体高の魚、これなんだろう。マジで見当がつかん。なんだろう、体高が、おーっと、これ何、これなんすか、これ何、何この魚、やば、初めて見た。なんじゃこいつ、すっげー体高だし、すっごい脂がやばい。笛吹き系の魚かな。面白い形の魚ですね。顔面がこうシュッてなってますね。こう滑り台みたいな感じになってます。尻尾もね、すげえおしゃれ。こうなんか下はね短いけど、上は丸っこくなってるっていう。ヒレが綺麗だし、これ美しい魚だな。外見むちゃくちゃタイプですね。これ剥製にしてさ、ここら辺にこう飾っておきたいぐらい。うわー、めっちゃ楽しみ。うわー、楽しみ。何この海鮮ボックス。次、3匹目いきましょう。これね、アマダイとフォルムがそっくりなんですよ。でもまさかな、10万円か。ありえるな、あいつが入ってるんじゃないかな。なわけねえよな。でもさすがに入らないと思う。ちょっと、マジっすか、やりすぎですわ。白アマダイが入ってきた。赤と白、こっちがアマダイ、こっちが白アマダイ。この白アマダイはマジでむちゃくちゃうまい魚です。白川とも言うんですけどね。高級なお寿司屋さんも、もうこぞってほしいぐらいの、そのぐらいの高級魚。引っ張りだこのやつ、
いくら出してもいいから、鮮度が良くて脂の乗りがいい白川が欲しいっていうぐらいの魚みたいですよ。いや、まだありますからね。まだこの大きいのが2匹いますから。白浜台で、これ7万ぐらいすると思うんですよね。もう冗談抜きで。本当にするんですよ、そのぐらい。ピロ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 。はいはいはい。そうか、こいつがいたか。うーわー、でっかいな、八丈アカムツ。これもうまい魚なんですよね。まず綺麗なんですよね、見た目がね。これ一匹一匹ずつで動画撮れるぐらいの、そのぐらいのクオリティの魚ばっかですね。なんか6匹まとめて動画にするってちょっともったいなって思うぐらいのスペシャルな回です、これは。こういうお金の使い方っていいよね。次、最後いきます。君はなんだ、なんこいつ、こいつは、はいはいはい、うわー、もうすごい海鮮ボックスだわ、これは。パーフェクトです。てか10万でいいのこれ。こちらです、スジアラですね。沖縄の方だと赤人って呼ばれてるのかな。沖縄三大高級魚の一匹ですね。でも沖縄だけで取れる魚じゃないんですよね。結構南の方では生息してる魚なんですけど、まあ、とにかくね、うまいんですよね。クエみたいな感じというか、すごく美味しい魚。こんな感じでした。白アマダイ、アマダイ、天然シマアジ、八丈アカムツ、スジアラ、そしてこの謎の笛吹き系の魚、この6尾が入ってました。恐ろしいほどお値打ちですね。そしたら今日はこちらの10万円の海鮮ボックスから出てきたお魚を使ってお刺身盛りを作っていきたいと思います。いらんことせず食べ比べ、どんな味なんでしょうかね。よし、じゃあさばいていきます。さばいていくんですけど、魚が大きくて数が多いので、こっちのキッチンだとやりにくいので、土間作業スペース行きましょう。はい、移動しました。そしたらさばいていきましょう。今日6匹もいますんで、全部説明しておろしてるとめちゃくちゃ長い尺になってしまいます。なので今日は片身抜きでいきます。片面だけ抜いて、ほんで頭も割りましょうか。頭も使いたいのでね。ではまずシマアジですね、鱗取っていきます。そしたらおろしていきます。鎌の下に1本入れまして、でお腹の方に1本、反転させて背中の方にも1本ですね。こんな感じ。すごい油だな。でここで割っちゃいますか。こんな感じ。こう向けるとそのままの魚体ですけど、裏めくると頭も割れて身も下ろされてるというね、こういう状態になります。これが片身抜きっていう技。あんまり大きい魚だと頭割るときしんどいんですけど、このぐらいのシマアジぐらいの魚だったらこのやり方できますね。そしたら腹骨をすいちゃう。さっと、このね、お腹のところのこの刺し見てくださいよ、この刺し、本当にうまそう。はい、シマアジの三枚おろしの完成。でこの状態になったらこうやって置いていきましょうか。次がこちら。これがね、ヒメフエダイっていう名前のお魚みたいですね。めちゃめちゃ高級魚みたいです。でこれ調べるとめちゃくちゃうまい魚だよと。フエダイ系でこんだけ体高があったらね、そりゃうまいですわな。旬は春から初夏だから、もう今ベストシーズンみたいですね。めちゃくちゃ楽しみですね。この魚は鱗がね、すごいな。すごいびっちりついてますね。こいつはすき引きした方がいい魚ですね。まあ、でも今回は鱗取りでいきます。すき引きするとね、綺麗に取れるんですけど、どうしてもね、真っ白になっちゃうんで、こんな真っ赤な魚はね、ちょっともったいないなと思っちゃうんですよね。この赤みを残したいのでね。ほんでね、もう鱗取ってる段階からわかりますね。こいつやばい。油半端じゃない。バターみたいな身質だと思いますね。もうこの皮越しから伝わってきますね、このねっとり具合。すごいですよ、この魚は。よし、そしたらこちらも片身抜き。うわー、身がしっかりしてるわ。しっかりしてるんですけど、油があるんでつるっと滑りますね。なかなか入っていかないですね。よし、入った。うわー、すっごいなこいつ。ほら、すげえ、やばいわこの魚。ここ全部油。油が究極に乗ってくると、この背中の縁側と下のこの腹の縁側のところ、ここに牛脂みたいな油がバッチリ溜まるんですよね。これ最高です。はい、ヒメダイの
片身抜き。じゃんじゃんいきますよ。次は赤バダいきます。ヒメフエダイさばいた後だと油がギッとギト、一回一回きれいに拭かないとね、歯が入んないですね。ほんでちょっと言い忘れてたんですけど、この頭の割り方あるじゃないですか、これ結構ね危ないです。あんまり慣れてない人、このやり方やると大きく手のひらを切る可能性があります。だいたい手を深く切るときっていうのはね、こういう硬いところを切る作業でやりますんで、僕がそれプラスお酒飲んでると結構危ないんで、自分で一番そういうの分かってるんで、シラフの時だけこれはやってます。結構難易度高いですこれ。お次、白甘ちゃん。こいつ半端じゃない、鮮度もいいな。こうねピーンとしてますよね、ピーンと。ほんでこの分厚いね、このフォルムですよ、美しい。うまそう、これはめちゃくちゃうまいよ。綺麗な身だな。次か、大きいやついきましょう。八丈赤むつ。こう鱗がついてるとこういう風に真っ赤なんですけど、鱗取ると背中のラインだけこの黄色が浮かび上がってくるんですよね。これ湯引きのお刺身とかにするとまたこのラインが綺麗なんですよね。でこの鱗の後の模様も大きいので、すごく炙りとか湯引きとかにすると映える魚、それが八丈赤です。ラスト、ボスですね、今日の。赤人、スジアラですね。こいつはちょっと、すき引きでいきましょうか。にしても色味が綺麗だな。で、このライン、ヒレが邪魔で取りにくい場合はヒレを切っちゃった方がいいんですけど、あのね、ヒレ硬いんですよね。もうこのぐらいの魚になると、これもうハサミでもね切りにくいんですよ。この背びれの骨一本一本が針金みたいに太いんですよ。なのでもうハサミじゃなくてニッパーとかがあればすごく楽ですね。ニッパーでパチンパチンパチンと切れば、あとはヒレヒレの部分なんか簡単に切れますんで。はい、こんな感じ。はい、こっち側もある程度取れました。柳包丁も研ぎ直しだな、こりゃ。あー、疲れましたね、結構。いきます。うわー、すげえ、こいつ、やばい。今までさばいたスジアラの中でナンバーワンかも。ちょっとこれ予想外だな。油がやべえ。縁側をしっかり残しつつ、皮を1枚切ってゆっくり包丁入れていきます。何回も何回も分けて入れていかないな、これは。手を置いて開いて、開いたところから包丁を入れて背骨に沿ってカリ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 と。は
はい、背骨まで来たら背骨の山に刃先を通す。そしたら尻尾から包丁を入れて腹骨を立つ。立て。よし、オッケー。出刃も研ぎ直し。これは綺麗な身してる。美しいね。で、問題は頭ですね。さすがに出刃じゃきついような気がするな。ちょっとこれ危ねえな。こういう強敵はもうノコギリ。ノコギリでもなかなかいかんな。よし、行った。ここまで来たらこっちのもんよ。あとはここがつながってるだけなんで、出刃のこの角っちょで一突き。はい、筋やらの片身抜きの完成。ざーっとおろし終わりました。そしたらこちら皮引いていきましょう。今日は頭も盛り付けたいんで、カマ落としちゃいます。腹骨をすいていくと。で、割っていきます。シュッと。そしたらお腹の方食べますかね。ちょっとトリミング。で、皮引いていきます。おろした身はネタケースに。腹骨をすいていきます。血合い骨を取っていきます。皮結構硬いな。お腹と背中に分けると、背中の方は黄色、お腹の方は赤で、メリハリがあっていいですね。刺身の色合い取りには最高ですね。でも今日はちょっと皮を引いちゃいますね。できるだけ皮目の白を残すように。よし。うわ、バッチリだ。すごい脂、完璧ですね。よいしょ。次、白甘ちゃん。白甘も割っちゃうか。お、完璧ですね。白甘。全部うまそう。次、赤甘。ちょっと柔らかい気がしますんで、こいつは指いていきましょう。次、島アジ。で、皮を引いていきます。この島アジはね、皮引きが本当に大事。絶対ミスっちゃいかん。そう、この色、ここですね。この色です。この皮が透けてるぐらい、これをキープして皮を剥いでいくと。 OK、 完璧ですね。天然でこんだけギンギラ残せるってことは、こんだけ脂が乗ってるってことですからね。脂が乗ってないとここまで残んないですから。背中の方もいきますね。このクオリティは背中もギンギラが残ると思う。でも養殖に比べて天然の島味って皮がちょっと薄いんですよ。なんでちょっとね、難しいんですよね、養殖より。よいしょ。こんな感じですね。ラスト、多分今日の魚で一番脂乗ってますね。ヒメフエダイ。こいつは楽しみ。腹骨結構深いな。割と深めに入ってます。そしたら皮剥いでいきます。これはね、皮引きやすいと思います。結構皮も厚いし、油だらけなんで。うん、こんな感じですね。はい、このようにおろし終わりました。そしたらこちらを切って盛り付けていく前に土台を作りましょう。大根に楊枝を刺して、で、そこに頭をぶっ刺すと。こうすると固定されて立ちますんで、乗せていくと、ドンと。
姫笛台はトップに置きましょう。スマをちぎってお魚の付近に置きます。で、妻を置いたら大葉も置くと。これの繰り返しですね。妻をちぎって魚の近くに置くと。で、大葉を立てる。よし、土台が完成。刺身の盛り合わせはね、この土台が命なんですよね。土台で大体の形が決まってきますんでね。よし、そしたらこちら切って盛り付けていきましょう。その前に赤甘鯛、こいつだけ湯引きしていきますね。鱗を最終仕上げで取っていくと。甘鯛はこのライン鱗すごく食い込んでますんで、取り残しがないようにこう触って鱗に当たったらピンセットで抜くと。網に乗っけて皮目だけ湯引いていきます。そしたら水気を急いで取って冷凍庫でキュッと冷やします。冷やしてる間に切っていきましょうか。じゃあまずは島味からいきましょう。平切りでいきましょうか。こういう感じで。次、八丈赤蜜。油がすげえな。これはぶつ切りで。次、すじあら。すじあらはちょっと薄めにいきましょうか。結構身が硬いのでね。次、白甘鯛。白甘鯛はコロッといきましょうか。これなんでコロッと切ったり薄く切ったりするかというと、僕の気分です。まあ、僕の気分と、あとは身の弾力の強めな魚は薄く切ってますね。はい、そしたらこちら冷やした赤甘鯛ですね。赤甘鯛もコロッと切りますか。ちょっと斜めにして尖らせましょうか。尖らせる。で、最後姫笛。姫笛はそぎ切りでいきましょうか。はい、こんな感じに盛り付けができましたら、色をのせていきます。紫、赤、もう一丁紫、紫、紫、カボス、はい、これで10万円の海鮮ボックスから出てきたお魚の船盛りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。たまにはこういう頭だけの盛り付けもいいじゃないですか。すごく綺麗な魚ばっかだったんでね。よーし、どれからいこうな。まずはね、
めちゃくちゃ気になってたこのヒメフエダイ食べてみましょう。初めて食べるお魚です。わさびをつけてちょんちょんとつけていただきます。うわ、うまい。白身寒ぶりを思わすかのようなジューシーさがあるんですけど、この白身魚としてのこの繊細さ、これもね持ち合わせてる。極上だわ。え、これ仕入れ値いくらなんだろう。でもいろいろ気になることが多すぎるな、この10万円ボックスは。うますぎる。見た目はちょっとね、んこれどうだって思うじゃないですか。めちゃくちゃうまい。まだね、片身と渋一残ってますんで、いろんな料理にして食べたい。すっげえ楽しみ。アマダイの湯引き、わさびつけてちょんちょんいただきます。うん、うまいな。程よい油の乗りでうまいですね。で、この個体は匂いもなくて素晴らしい個体、ものすごくうまいです。白川、白アマダイですね。アマダイはね、大きく分けて黄アマダイ、赤アマダイ、白アマダイってあるんですけど、その中でこの白アマダイっていうのが一番高値で取引されている。ではいただきます。うまいな。とろけますね。で、皮目は少しコリコリっとしてて、またこのメリハリがいいんですよ。で、この魚はね、火通しても本当に美味しい魚なんですよ。煮ても焼いてもうまい魚っていうのはこいつのことを言います。スジアラちゃんいきますか。沖縄三大高級魚の一角。こいつはちょっとカボスでちょっと酸味つけて、で、お塩パラーって振って柑橘塩でいきますか。いただきます。うわ、うめえ。この中の魚では一番あっさりです。で、こってりの中にこういうあっさり系のプリプリとした上品な白身が一個ポンと入ってると、箸休めとしていいですよね。ナイス。スジアラ、大トロのように輝く。こちら濃い口醤油にわさびをしっかり乗っけて食べましょう。いただきます。うわー、あちゃー、これはやっちゃってますね。こういうの食べちゃうと後戻りできなくなるね。魚ってこんなにうまいのって、刺身ってこんななの、美味しい魚ってこんななんだってみんな思うと思います。めちゃくちゃうまい。この魚は脂が甘くてね、舌触りが良くて、そして喉越しもいいと。うますぎるわ。こんだけ分厚く切ってもすぐ口の中で溶けるんですよね。じゃあ最後、天然のシマアジ。天然のシマアジなんてね、もう絶滅危惧種ですかっていうぐらい市場に出てないですからね。いただきます。うん、香りがいいんだよな。香りがよ。もちろんこのシマアジ、シマアジはうまいです。でも天然の脂の乗ったシマアジは別格ですね。脂がしつこくなくて、とにかくこの鼻に抜けるシマアジの香り、すごくいいですね。はい、ということで今日はこちらの10万円海鮮ボックスから出てきました、お魚の船盛りときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、牛乳のやつ。今日は運転だからノンアルコール。くそ。今この刺身たちは家に持ち帰って家でやり直します。とりあえず今のこの喉の渇き、何か飲みたいんで、とりあえずノンアルコールでいきたいと思います。いただきます。魚ってうまいな。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はいつもお世話になっているお魚屋さんに10万円の海鮮ボックス作ってくださいと頼んで作っていただいた10万円の海鮮ボックス、開けてさばいてみましたけども、内容がスペシャルすぎてビビりましたね。間違いなく今までの海鮮ボックス市場でもこれ以上のものないんじゃないかなっていう。あと入れるとしたらマグロ1匹とか入れないと、これを超えるインパクトはなかなか難しいなって思いましたね。すごかった、とにかく。で、さばき応えがありましたね。楽しかったです。海鮮ボックス人気シリーズですので、またやっていきます。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。